ナマズの唐揚げナマズ料理はナマズメの甲骨魚類を主に用いた料理。ナマズメの甲骨魚類は艦隊やオーストラリア南部を除く世界中に生息しており内水面に存在する淡水魚としては大型で過食部が多いという特徴がある。白身で脂が乗っているため特にフライやソテー、ムニエルなどに適しているとされ。 フィッシュチップスなど白身魚のフライにも用いられる。東南アジアではメコン川流域などでナマズが食用とされているが乱獲によってメコン王ナマズが絶滅危惧種となっている。一方で2006年以降はベトナムが世界最大のナマズ養殖生産国になるなど近年は養殖が盛んである。フライや焼き魚のほか慣れ寿司や魚醤。 和え物などとして調理されている。中国では、災難料理などで食材とされる。アメリカでは、アメリカナマズがミシシッピ州などで養殖され、カロリーやコレステロールの低い健康食として人気を集めている。ニューオーリンズなどミシシッピ川流域で、ガンボなどに食材として使われている。今後民主共和国やガボンなど中部アフリカでは、油の乗った、 ヒレナマズ科のヒゲナガヒレナマズが好まれ、包み焼きなどにされている。また、マリノドゴン族やテブ族は、出産の儀式にナマズを用いている。日本では、マナマズとイワトコナマズが、古くから食用にされ、天ぷらやかば焼き、刺身、汁物などにされてきた。近年では、岐阜県海津市の千代ほ稲荷神社周辺で、 産経客が生酢の蒲焼きを食べるなど一部の地域で生酢料理が観光資源となっている。その一方、日本うなぎの絶滅危惧が報じられたことから近畿大学が生酢の養殖を手掛け2016年7月に蒲焼き用の生酢の小売り販売が開始された。セルビアにある紀元前5980から5525年頃の 遺跡レペンスキビールで確認された動物依存体の約10%はヨーロッパ大ナマズであり、当時からナマズは食用にされていたとみられる。また北アメリカ大陸でも、紀元前2000年頃のミシシッピデルタに存在したポバティポイント文化の貝塚からナマズの骨が出土しており、先住民族がナマズを食べていたとみられている。日本においては、縄文時代早期中期のアワズ貝塚から、 ナマズ科の箱っぺんが出土しており、この時代にはナマズを食べていたと考えられる。エジプト神王国では、当時の書物からナマズが食用とされていた可能性が指摘されているほか、エーベルス・パピルスにはナマズ肉を難航としていた記録がある。紀元前4世紀に動物史においてアリストテレスは、ナマズは、オスより、メスの方が、食用に向くなどと記述している。1世紀には、 ダイプリニウスが、博物誌において、ナマズの生肉、または塩漬けを食べると、声が良くなる、ディオスコーリですが、薬物誌において、ナマズを食べると、いや、声が良くなると、それぞれ記しており、ナマズ食の効能が信じられていた。また、2世紀頃のローマ帝国の宴会を描いた、食卓の賢人たちでは、シルロスを食べることが、文化的なこととされ、 生酢料理を食べることが一種のステータスシンボルになっていた。12世紀のドイツではヒルデガルト・フォンビンゲンが生酢は健康人と病人どちらの食事としても適していると著書で述べている。また同時期の日本では混弱物語集に生酢食の記録が見られる。16世紀にはコンラート・ゲスナーが動物史の中で若い生酢の肉は美味で 王国の食卓にも上ると記していた中国でも17世紀に理事賃が本草項目において生殖は水種など、煮ると二郎などにそれぞれ効能があるとしているなど特に大河の流域にあたる山東省や四川省などでは生詰めの魚も一般的な食材とされてきた。日本では室町時代には贈答品としても扱われていたが、 江戸時代中期には修理に使われることは減り、日常的な食材となっていた。19世紀後半には、ロシアのアストラ藩から塩漬けの生ズ約1670トンが、毎年輸出されていた。近年では、全世界の養殖生産量は1999年から2008年に、かけて、約54万トンから278万トンと5倍以上に増加するなど、 環境悪化に強く成長の早いバンガシウスカを中心に世界的に消費が増えている。ありがとうございます。